村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは。出ましたね、やっとですね、キューベースの姉妹モバイル、DAW ですけれども、キューベーシスの3がバージョンアップされました。今回の目玉というかいい点というのはですね、iPhone ででも動くようになったこと、そしてその iPhone がですね、小さいですよね、小さくてもとっても操作性がいいようにですね、画面をいっぱい使えるような、そんなユーザーインターフェースになったことがとっても素敵だなというふうに感じています。今ですね、 iPad、 僕は iPad を使ってるんですけれども、 iPad からですね、PC の方にこう画面を映すソフトを使って、これ実験をしたいと思います。今キューベーシス3を、立ち上げ中です。一応ですね、先日というか、まあ、実際には今朝からですね、5分ほどでパン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 とこう入れてみてですね、まあ、下音楽がここにあるわけですけれども、まずですね、例えば MIDI の編集ということになったなるときはですね、この MIDI のデータをクリックしてですね、今まではこういうふうに画面の下でちょっと小さかったんですが、ギューンとこう伸ばすと、はい、上まで使えてですね、もうパソコンと変わりないほどのですね、こういうサイズで編集ができると。で、音が鳴って、で、こういうふうに、まあ、MIDI を打ち込んでいったり編集したりできます。打ち込むのはもちろんキーボードであったりとか、キューベーシスの、まあ、特徴でもあります、パッド系を使って入力することもできます。ドラムの入力なんかにはこれ方が便利だと思うんですけれども、そしてこのサイズがですね、こうやって自由になるもんですから、そうですね、ミキサーにしてもそうですけれども、今まではこういうふうに下の方にあったんですけれども、ミキシングをやりたいときはですね、こうやってロングのフェーダーになりますので、微妙なところがこう動かせますよね、こうやってですね。そしてサイズもですね、トラックが多いときはこの S というところを押すと幅の狭い、もしくは XL、 大きな画面で見たりすることもできます。そして僕の場合は2000円ほどするんですが、キューベーシス2の時から VST じゃない、オーディオユニットですね、アップルの方ではオーディオユニットを使うわけですけれども、そのオーディオユニットで Waves のこういうイコライザーを使ったりですね、これもこう大きくして、まあ、大きくしてもこれはサイズは変わらないですけれども、大きくして見れたりとかですね、あとは、マキシマイダーとかこれ、はい、優秀なマキシマイダー使って、喋ってばっかりでもあれなんで、音を流しながらやってみたいと思いますけれども、スレッショルドちょっと下げて音圧上げますね。リミッターもね、さすがウェーブスで、とっても綺麗な
リミットとマキシマイズをできるということになります。今ですね、このデータがちょっと消えたみたいになってますが、このデータをこう伸ばしたりするのも動かしてですね、そしてサイズを変えて拡大してですね、そして角を持って伸ばす、こんな感じでですね、例えばこれ2つをやるときはセレクトを押してですね、2つともこういうふうに選択をして片一方で伸ばすとこう両方伸ばせると。はい、今ドラムに隙間があったようなところもこういうふうに編集ができます。もう一度音を聞いてみてください。まあ、約3分ぐらいで、パッパッパッと打ち込んだものですので、音楽的にはあまりどうかというのもありますけれども、はい、チャンネルストリップも今このドラムのところでですね見てみますけれども、すごくね、ヴィンテージ感あふれる、こういうチャンネルストリップがあります。ちょっとドラムにコンプレッサーをかけてみましょう。ちょっとここでループしておきますね。じゃあコンプレッサー上げていきますね。このコンプはオートのメイクアップもあってですね、最後の音量をうまくコントロールしたりもできます。サーチでしてもかけれます。じゃあこれで リバーブですね。ですね、このチャンネルのインサートはですね、8つまで、できるようになりました。あとウェーブスのこのオーディオトラックっていう、チャンネルもとっても優秀なチャンネルストリップです。これを出しますね。はい、こんな感じですね。イコライダーを使ったりもできます。ちょっとやってみましょう。高音上げてみます。はい、ゲートとコンプもあります。もうコンプかけすぎですけど、まあ一応実験的に
はい、オレンジの部分がですね、原因リダクションがどれだけやってるか出てますが、そして、メディアという、ね、メニューを選ぶとですね、これをミックスダウンできたりします。クリエイトミックスダウンで、ワブとですね、フラッグ、そして M4A ですね、 AAC の MA4、 そして、ミディなんかで、書き出しできます。そして、範囲だけ書き出すとか、そういうこともできますし、まあ、ここでノーマライズ、せっかくですね、マキシマイダーとか使ってるのにここでノーマライズをこうやってしまうとあまり意味がないような気もしますけれども、それとかそれぞれの、トラックをクリエイトセパレートファイルということで、バラバラに書き出したりもすることができます。あとはここから、ドロップボックスとかメールとかでファイルを転送できまして、そして、キューベースですね、パソコン版キューベースとは、スタインバーグ の、 サイトに行くとですね、無料のちょこっとした変換ソフトがありますので、それをロードしておくとですね、キューベーシス3の場合は、キューベース10以上が必要ですけれども、10以上とやり取りができるような、そんな形のになっております。まあ、なんかはしょりながら、そして、3分4分で、作った音源でですね、あまり参考にならなかったかもわからないですけれども、本当に、これからですね、モバイルを使うのに今までは小さいっていうね、イメージがどうしてもあって、画面が見にくいということがありましたけど、こういうものもすべて、上までですね、画面いっぱいにこう、できて、インターフェースが良くなったので、もういいんじゃないかなというか、もうモバイルでいいんじゃないかなというような形になります。そこへですね、例えばこういうマスタリングツールですね、マスタリング、これはドロップボックス経由で、読んできたんですけれども、マスタリングのソフトもすごく優秀なソフトがあります。ちょっと聞いてみましょうか。すごくさっきより硬いイメージになったと思いますけれども、プリセットがいっぱいあってですね、特殊なスペシャルエフェクトということで、めっちゃ変わったマスタリングにすることも可能です。マスタリングツールもですね、iPad、iPhone の方でもとっても素晴らしいツールもできてきているので、まあ、これからのモバイルコンピューティングというか、DTM も楽しみになるんではなかろうかと思います。ということで、今日はキューベーシス3が出たので、少し簡単にレポートしてみました。村長でした。